じゃあ本当にこれで、その入れたいものに遜色がないかどうかというのを今度奥行きを見て調べてあげます。今回その壁にビスで留め付けてあげようと思ってますので、こういう形でビスで留めてやります。でここ1センチぐらいの合板を入れてやろうかなというふうに考えてます。はい。でですね、あとは扉になるんですけれども、扉がここ前面部ピタピタだとちょっと嫌なので、5ミリぐらい下げたところに扉を持ってきます。じゃあ今回、ちょっとここに、実際には、仕切りの棚を入れようかなというふうに思ってます。横が800ありますので、扉をここにつけて、例えばこう開き戸にするとなると、結構この400の長さのものがこう前に開いてくるとなるとちょっと邪魔くさいです。なので、扉、開き扉っていう考え方もあるんですけれども、今回は引き戸ですねにしようかなと考えてます。でこれがスライドすると、でこの時に重要になってくるのが奥行きですね。開きの扉っていう時にはここは1枚分の厚さしか必要ありません。なんですけど引き戸にするとなると扉がこういうふうに2枚重なる形になります。ですので奥行きがどんどん狭まってくるということになります。じゃあその時に果たして、先ほど、入れようとしたバスケット、いろんな容器が入ってくるかどうかということを、考えてあります。はい。例えばこれ150というふうにしましたけど、これがまあ別に155になっても、145になってもそんなに僕は、どちらもまあ見た目的には影響ないと思います。なんですけれども、これが5ミリあと伸びていればさっきの容器が入ったのにとか、そういうことが出てくるので、今度はその、入れるものに対して細かい寸法というのを決めていってやります。ではですね、はい、これが天板ですね。天板、これが合板、ここから5ミリ下がったところに扉が来ますよと言いました。で扉の厚さどれぐらいにしようかということなんですけれども、どうしようかな、大体で20にしてあげましょうか。2センチ、ちょっとでかいか、15ミリにしましょうか。で、クリアランスをだいたい3ミリぐらいちょっと取ってやりたいです。で後ろにまたこういうふうに扉がついてくるというような形で考えてます。まあ、ここら辺の補助に関してはちょっといろんな作り方があるんですけれども、こういう形ですね。じゃ あこの内寸は何センチですかと言った時に、150の幅から1センチ引いて、150マイナス10マイナスこのチリが5ミリで、マイナス15ミリでクリアランスが3ミリマイナス15ミリ、これを計算してやったら出てきます。102、10センチしか、隙間がないことになります。102、そもそもこの瓶が、ファイが110ありました。あと8ミリあればこれがギリギリ入りそうです。なんですけど、ちょっとですね、どうなんだろうな、110で8ミリあったらもうギリギリで、扉を閉める開閉するときにそれが擦れるとかそういうことも起こりえます。なので、115ミリ、ここの内寸を115ミリにしてあげましょう。そうするとプラス13ですね。はい。ということでこれ単純に163にしてあげましょう。バスケットの奥行きは、155ですね。ということでバスケットはもう忘れます。はい。これはもう入れないということで、こういう瓶みたいな小物をちょっと入れていこうということで、奥行きを163に変更します。今度はじゃあ高さで見ていきましょう。はい。ここが25ミリあります。25ミリあります。370ですよと。はい。で、瓶の高さ、瓶の高さが155でした。はい。で棚板は何センチかちょっと分かりません。2段入るのかな、これ。これで155。はい。そうするとですね、これ全部足して引いてみましょう。もうそもそもが、入るかな、25足す25足
足す、155足す155は360。そうするとですね、これもまたなかなかギリギリですね、ここの部分です。ここからここの寸法が残り10ミリしかありません。はい、ということでですね、ただ370は変えたくないと。そしたらもう単純にここ25を20にしましょう。そうすることで1センチの隙間ができます。棚板は10ミリで確定ですね。ちょっと薄いといえば薄いんですけれども、まあ、そんなに重いものを乗せないので10ミリでいきましょう。はい、で、板の厚みを20にします。はい、これでもろもろ確定しました。じゃあこんな形で、一応図面がなんとなくできたんですけれども、これを CAD 3D クロスというソフトでちょっと見ていきましょう。はい、ではですね、これが CAD 3D の、ホームページ、これが、まあ、解説動画になっているんですけれども、すごい分かりやすいです。で、どんなことができるかっていうのは、またこのサイト見ていただければ、いろんな、情報が得られるかと思います。はい。でですね、こちらからダウンロードというボタンを押していただきますと、こちらから、製品をダウンロードできます。でですね、いろんなバージョンがあるんですけれども、僕らの方で、まあ、おすすめしているのは、CAD 3D クロス。という形の、ものになっています。一番ですね、これが、その使い勝手がいい新しいものということになっています。まあ、値段もそんなに変わらないので、まあ、ぜひぜひこのクロス、この×と書いてある X と書いてあるものを購入していただければと思います。で、購入しなくてもですね、なんと1ヶ月のそのフリーライセンスですねがあります。で、今ですね、ちょうど、今日が4月、16日なんですけれども、4月20日までちょうど今 15% セールということで販売されてますね。これはちょうど今いいタイミングだと思います。ただ、まあ、ちょっと1ヶ月使ってみたいという方は、まあ、ぜひぜひそのフリーライセンスで、1回試してみるというのもありですね。はい、ただまあ20日まで、これ8330円という形になってますので、まあ、ぜひぜひ、皆さんお得なうちにご購入いただければと思います。じゃあこれで実際になんとなくちょっと図面を描いてみましょうか。私は、今これ Mac のユーザーなんですけれども、一応この中にパラレルデスクトップというソフト、を入れていてですね、Windows が使えるようになってます。で、この CAD 3D が、ですね、なんと、まあ、Windows だけ、今現状ですね、Windows だけの対応になってしまいますので、まあ、Mac のユーザーの方は、まあ、またそのパラレルデスクトップなどを検討してみてください。はい、そうするとですね、私、今、これ、正規のユーザーになってますので、購入してですね、なってますので、自由に使える形なんですけど、まあ、フリーの場合は、そのトライアルというボタンを押してもらえれば、そのまま、使えると思います。はい。で、まず画面にこういう形でいろいろ出てきました。でですね、ここからいじっていくんですけれども、まあ、まずどんな形ができるかというと、マウスでこういうふうに 3D で空間をいろいろ見れるわけですね。で、このすごいわかりやすいのがですね、まず何をすればいいかというの、ボタンが大体なんとなく光ってます。材料をまず追加しましょうねということで、ここのボタンを押すと、こういうふうにホームセンターに一般的に売られている材料の規格がもうきちっと書いてあって、何を選びますかということで、こういうふうに、例えば 2x4 材を置いてみましょうか。はい、2x4 材の規格ですね。これを追加してみると。例えばこういうふうに、空間上に 2x4 材が置かれました。例えばこれを立てたいというときには、ローテーションで90度。立ってくれます。はい。これだと今地面にめり込んでいますので、例えばこれで床の上に置いてあげましょう。はい。これでこういうふうに置くことができました。じゃあ単純になんとなくでですね、今簡単に使ってみると、まずこういうふうに横に2本並べました。なんとなく例えば扉を作りたいといった場合、これをコピーしてあげます。またローテーションで90度回転させます。はい。で、扉の横がまちが出ました。今度はですね、今私ショートカット使ってますけれども、上にいろいろこういう移動とかそういうメニューがあります。はい。じゃあ、例えば横幅、内寸をじゃあ800にしてあげましょうか。800にしたい場合、サイズ変更です。これで、サイズを800と打ってあげてください。はい、800になりました。でですね、これを
例えばコピーしてこういうふうに伸ばしていってやると。はい。で、コマンド V。で、すごい面白いのが、こう中間地点でスナップしてくれます。で、これをつけると、こういうふうに扉が出来上がるわけですね。で、例えば、じゃあこれ実際何センチになっているかというと、こういう形でですね、寸法を入れ込むことができると。ここから、ここまでは何センチですかと言ったら978。はい。この寸法線もこうやって移動することができます。はい。優れたソフトですね。はい。これがですね、パソコンで誰でも、お手軽に設計ができるということで、ちょっとこんなソフトを使って今回の図面を書いていこうかなというふうに考えてます。で、このソフトのですね、すごいいいところは、まずはさっき言ったように、材料がいろんなものを選べます。で、例えばラワンベニア、シナベニアとか、ホームセンターに売られているもの、針葉樹合板とかですね。で、このファルカタと書いてあるものは私どもの方でよく使う材料を登録したんですね。で、これ編集できます。こういう形で自分のお近くのホームセンターにある材料というのを登録しておけます。で、ここに参考価格とか重さとかですね、あと表面積みたいなものが全部ここに入力されています。で、これも編集できます。例えば、ご自身の、お近くにあるホームセンターでラワンベニアが1枚この価格ではなくもっとセールで安かったといった場合にここを入力して変えることもできます。これがすごい、いい部分ですよね。例えばこのカマチで見ていきましょうか。これをですね、木取り図というもので見てみると、木取り図を、ここに自動的に表示してくれます。はい、何が何本いりますかということで、そうすると通媒材は89の横幅ですので、1820の長さで2本いりますよということで、こういうふうに書いてくれると。で、ここのカマチですね、カマチの、横カマチは3本いります。そうするとこの分が残って1枚ちょっとこれぐらいの余分が出ますよということで算段してくれます。ということでですね、さっきのそのホームセンターで売られている金額というのをここで小計で出してくれます。まあこの価格、まあいろんな地区によって変わると思うんですけれども、これが合計4本で1400円。で、面白いのがですね、表面積も出してくれます。すごいですよね、これ。で、1.57 平方メートル。ということで、ペンキを、例えば塗りたいといった場合に、そのペンキの部材も、先ほどの、材料追加ページにですね、編集してもらえれば何が何巻いるかとか、そういうことも算段できるわけです。ということでですね、ざっとなんですけれども、また詳しい使い方というのはですね、その先ほどの、キャディ3D の、ホームページの方からすごい詳しく丁寧に書かれてます。またそちらをご覧いただいて、ちょっと使ってみるというのも手だと思います。今ちょうどね、なかなか在宅ということで、自粛要請が出てます。はい、ということで実際に外に出られない時には、まあ、こういう Windows、こういうソフトでですね、ご自身でちょっといろいろいじってみるというのもありかなというふうに考えます。で、もちろん、図面もですね、印刷することができますね。例えば3面図、こういう形で今すごい簡単な、ものになってるんですけれども、こういうふうに3面図ができると、すごいソフトですよね、これ。ということでですね、まあ、今のは一例だったんですけれども、今度は、じゃあこれで実際にその図面、僕が作りたい棚の図面をちょっと描いていきたいなというふうに思ってます。はい。